はい、どうもゆうたです。本日は首都高にラーメンが食べれるところがあるんですけど、まあ、ちょっと前に多分できたんですけど、あの芝浦パーキングにあるんで、ちょっとそちらに向かっていきたいと思います。本日はダブルアレックスではなくカン君のアテンザでドライブしてます。芝浦パーキングまで。あ、そうで、芝浦パーキングって、普段週末とか夜封鎖されちゃうじゃないですか。なんかね、車好きがなんとか族対策中とか言ってさ、ぐるぐる回ってる奴らのせいで、そうそうそう。で、ちょっと行けないんで、今日はね、今何時だろう、10時48分。まだお昼ではないけどね、朝も食ってないしね、ちょっと食べに行くということで、どんなもんかちょっと、はい、ちょっと空いてればいいんですけど、ちょっと雲行きも怪しいし、雲行きだいぶ怪しい、怪しいね。ちょっとでも世間はお休みの日なんで、さすがに芝浦混まないと思うんだけどな、ちょっと食べに行きたいと思います。東京タワーの見える。しかし都心全然雨降ってないんだな。そうだね、横浜の方すげえ降ってたのよね、さっき。嘘のように降ってない、湾岸線超ドライだもんね。横転してついたよね。横転した、なんか K だっけ、あれ箱みたいな、いたよね、マジでウケたわ。どこに運転したらここでひっくり返るんだろうね。空いてますね。あ、空いてるっぽいね。これですよ、芝浦無人食堂、熱々ラーメンが90秒で完成。これどうやって頼むんだろう、どうにすればいいんじゃない。お、札幌味噌、スパイシー味噌、鶏ゆず塩、九州豚骨、東京醤油、醤油醤油こと醤油こと。俺九州、うわ、味噌か、九州がいいな。二郎系ないですか、二郎系は。二郎系はないよ。なんだ、そっか、なぜだ。ちょっと、ここにはないね。家系もないのか。九州にするわ。決済方法への選択。これさ、俺クイックペイ使いたいのに動画撮ってたらできなくね。確かに、そうだね。やっぱそれこそやっぱアップルウォッチだよ。あなるほどね。さすが都内 5G が入る。ご注文ありがとうございました。妖怪って言うの、妖怪エクスプレス、妖出る、妖出る、妖怪ウォッチじゃん。すごいね、なんかこれ前掛けみたいなことやな、これ。え、すげえじゃん。うまいな、食品は。いや、これじゃあ持ち帰るあれか、手下げ。いや、なんだろう、熱いから、これあれなのか、ここに丼を置いて、そういうこと、こうやって持ってけんのか。あ、次なんか開いてよ、すげえじゃん。なんか今爆発したぞ。爆発した、いや、でも書いてないからね、これも使えない。あ、でもなんかそこになんか書いてあったよ、そこの映像に。さっき。ちょっと腹減ってきた。ね。これでもさ、俺ら絶対足りないよね、量。絶対足んないね。あそこにもさ、いっぱい売ってんだよね。
宇和島のパーキングにカレー食べたの懐かしいよ。ああ、確かに。でもあそこもないよ。え、今はもうあった。大黒もあのダブルカツカレーがあるから。大黒家から近いからあんま行かないよ。確かに、逆にね。ゲリラとか。ああ、おやおや、コーションホットって書いてある。取り出してみて。これ下に引っかってことじゃない、これ。違うのかな。あ、でも普通に持てるよ。引っ込んだこれ。あ、でもちゃ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 、親指が熱かった。頼むよ。うん意外と熱いわ、普通。何さ、俺九州豚骨。俺も九州豚骨聞いてんの。カレーでお前のもん頼むと面白くないよね。いや、いいんじゃない。ここも出来上がってて食えるってことだよね。さすがにそうでしょ。伸びちゃうから。怖いんですけど、あ、でもこうじゃない、やっぱり。これの使い方やっぱこれだったのかな。やっぱそうだよね、多分。なんかもう、ひっくり返りそう。なんか果物のバッグみたいな。本当だね。味が薄い。薄い、うん、トッピング、調味料ないの？な、あってもいいよな。あの、固め、濃いめ、多め。これでもさ、匂いめちゃくちゃいいよ。うん。薄そう、色がもう。いただきます。うん、健康ですか。ちょっと薄いか、うん、二郎とか家系食ってくる感じ。食ってるものがあるよ、それ。うん、クラゲとネギとチャーシュー、背脂も見てるわ、これ、ね、生姜も入ってる。紅生姜入ってる。入ってる。チャーシューはチャチーけど、うん、うまいっすか、うん、これでも足りないね。まあ 俺らにとっては試食だよ。前菜？前菜。間違いね。チャーシューの味はでもうまいな。うん、うん、チャーシューうまいね。うまいね、うん。これ九州だから細麺なのかな。他のラーメンも全部同じなのかな。うん、そうなのかな。ラーメンは絶対太いしょ。そうなると茹で時間ってすごいよ。うん。違うよ。ちょっと薄いな。濃厚さがないね。うん、あのギトギト感がないね。
そうね、本場の。最短ラーメンって感じ。うん、全然足りねえじゃねえかよ。もともと足りると思って食ってないけど、うん、あ、でもスープだけ飲むとうまいわこれ。あ、焦ってるおにぎり食いてるな。うまい。クラシックのレギュラー使ったことないんだけど。うん、結構うまいね。ね、うまいね、普通に。結構ラーメン人気だ。他の人も買ってるっぽい。宣伝効果抜群じゃん。宣伝効果抜群だね。まだ出してないけど。そうか。これもこっちで、容器割り箸。そうだね。こっちが食べ残し汁。すごい。飯、ラーメン食った後もう豪雨になってる。台風が接近してる直後で。台風何号？分かんねえ。7号ソロじゃない？分かんない。誰のホームラン？何号だっけ忘れちゃったな。やっぱね、こういう時はね、やっぱみんなに言いたいのはライトをつけましょう。あ、そうね。誰一人だ言わないけどさ、つけてない人が多すぎだよね。本当に多い。停止で見えないちょっと。こういう時にね、合流するにしたってね、ライトついてれば相手にはすぐ分かりますからね。うん、そうだね。すごいな。多いな。さっきのあのドライが嘘のような。そうだね。でも本当にみんなついてる。降ります。どうしたんだ、ブレーキ踏んじゃって。どうした、どうした。どうした、調子悪いのかな。雨にビビってるのかな。多分移動式オービスにビビってるね。あら、すごい姿勢で前鏡だね。まずいんじゃないの、ちょっと。なんだよ、あの姿勢。もうまずかったね。ちょっと再現してもらっていいですか、今の。そりゃまずいですね。それサイドミラー見えてないっすよ。もう相当視界狭い。もう前のカローラピンクしか見えないよ、これ。怖いんだよ。なんでああなっちゃうんですか、ああいう人って。心に余裕を持って、なんだ。胸とハンドルがくっついて、本鳴らしそうなぐらい近づいたと思う。まずいよ、あれは。本当にもう。てな感じで。今回の動画はじゃあ以上になります。